ではこれガジェットやっぱりバリアにしよう。テスラにはバリアじゃない？めちゃきつだったよ。テスラペットはじゃあまた一周戻ろう。でプロフェッサープロセスでいいでしょ。行くぞ。でベテランの巨大行きます。でレティクル速度と威力を上げていく感じだ。今度青い惑星だね。行くぞ。最初にウェーブとか取っちゃったの失敗だったかな。あの表示させるやつね。いいのか。まずこっち優先して投げてから掘る。で丸であれが取れると。もう来るかな。わかんねえな。やっぱ見なきゃダメだ。これでうわー、感知メーター、ウェーブ、丸も一個あるから取っちゃう。はい、まだ半分ね。ビビりすぎてるな。まだウェーブあと半分。プロフェッサーの効率のいい掘り方みたいなのが多分あると思うんで、それをなんかこう見つけるまでは相当自力になりそうよ。レティクル速度いけるねこれで。とりあえずいける。早くない？あいつ。次威力欲しいね。あ、一応バリアあんのか。色変わるまでは真下行く。本当にギリギリのことやっていかないと。資源足んなくなりそうだよねこれ。はてな、レンガ調のやつかこれ。音楽は穏やかなんだけどな。弾増やそう。弾増やして4貯めます。ウェーブ来るな。うわー、バリアギリギリ耐えた。威力は上がる。威力が、これ。クイックショットも良かったねは。良かったけど、なんか、まず火力だろ。まず火力。この時間無駄かな。さっさと破壊でも投げた方がいいのか。そういう話よね。あとガジェット見つけねえと。あ、あるあるある。いいぞ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 。まだ食らってないから持ってくべきはガジェット。ごめん、もう無理。いやー。
チャージ速度を速くするやつとかある？チャージを速く。チャージ速くとか今んとこないんだ。いやー、きつそう。あれ、レティクル移動さっき2回取れた気がするけど1回しかなってなかったね。今ななんか勘違いしてたっぽいぞ。どっかで またペット、とりあえず一旦これ持って帰ろう。重いのよこれ。センターライン欲しいんだけど、出す余裕が資源的にない。さあ、お、爆弾、スタ、うわ、スタンレーザーだろうな、これな。これスタンレーザーだろう。あ、投げちゃった。さすがにスタンレーザー。卵は後回し。運ぶのが間に合わん。スタンレーザー頼む。いやひび入ってます。こっちとかもあるかもしんねえしな。いきなり深いとこ行くと持ってくんのが大変なんだよね。結局そうだなっていう感じだね。いやでも鉄出ねえな。できればバリアも上げたいね。あの HP を。いやー、持ち帰れない。資源が増えない。待機ジメーター四角。うわ、半分減ってる。とりあえず持って帰らんと話にならん。掘ってる場合じゃない。だけど掘らないと始まらない。いや、この開け方ダメだな。ダメだね。もっといいやり方があるはずだ。来るな。ダメだな。鉄がいっぱいある。とりあえず威力上げられるんじゃないか、これで。6。威力上げる、威力。威力。
結局一発じゃねえのかよ。ちょっと、むちゃきついぞ。え、テスラドーム、これ未来あんのか。入るか。いやー、きついきついきつい。思いのほかドームも耐えてくんないし、よん、ちょっと入らんかった。なんかいける、なんかいける。5個、エレキオーブ。その場所にだよね。その場所に出すのよ。一発で倒せなかった時にスタンサしてくれるってのはありがたいけど。あとは、電磁バリアか。丸がないです、今回。え、地獄すぎないこれ。あーらら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 ら、ふう、丸丸。これ掘り方ミスもしてるな、ちょっとな。なんつうか迷走してるねこれ、正直。結局道広くないと運びにくいわ、結論としては。ああいう卵とかもやってる場合ではない。結局持ってかないとダメか。自動にはならんね、なかなか。あ、ちょ、とりあえず投げとこう。入らんしな。止まっちゃってる、なんか。とりあえず電磁ドームのブラスト。チャージタイミングむずい。いやー、自利品感半端ねえ。ないか。卵をね、持って帰る余裕がないっす。こうじゃねえんだよな。ないね、こっち側はない。鉄があった。
いやー、どうなんだ。さあ、このタイムラグがどう出るか。ゴリラだ。硬い。え、むちゃ硬いよ。まだ、威力上がる？威力が次10。オーブ持続。最適タイミング。あ、ジャスト射撃がある。射撃威力。はい。クイックショット。レティクル速度。うわー、鉄。鉄を俺にくれ。破壊弾まだ2個しかない。考えすぎてもって感じだな。いやー、出ねえ。こんなに資源が出ないことにじらされるとは思わなかった。まずい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 。なんかある？4、5、3。サイクル、機関ルート、はい。あんま意味ないけどな。破壊玉の威力か。こいつが一発じゃねえのかな。スタンレーザーの色を上げたいとこだね、これ。勝って勝って。スタンレーザーは自立型、射撃持続力、発射時間が6秒、スタン時間が倍になる。ただ鉄がない。鉄の大鉱脈をくれ。威力上げたのか。クールタイム伸びちゃうんだよね、これ。あれは？これ鉄か？これ。ああ、鉄だ。やっと来た。あ、そこにも鉄。やったぜ。頼むぞ。来ねえな。よし。頼むぞ。
ゴリラが硬すぎる。鉄をいっぱい持ってくる。待て、うん。あとまだあったはず。あれか。そこ柔らかいんだな。うん、ないか。テスラやるんだったらマジ資源ギリギリだから、これエンジニアの方がいいかもね。基本的にプロフェッサーの方がむずい、やっぱり。どうしてもむずい。いやー、はいはい。なんか今すごいでかいのいたな。7。敵の速度取っちゃう。いるー。硬いやつやん。ゴリラじゃん。いや、きつい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 。威力だ、威力上げないと。マジこれ。うーわ。すぎる。待て。持って帰んの無事。なんかない。いや、これ戦力にやんねえときついぞ。一応その中央軸マーカー取るわ。きつい。とりあえず三角があと2個あるので、次のウェーブぐらいはなんとかなんとか。やばいやばいやばい。来て即終了とかめっちゃ悲しいよな。足遅いんだもんな。あげねえと。ただそんな資源はない。もう頑張ってんだけどな。どうしたか。使い切ったぞ。ガジェットのせいなのか。これで引っかかるんだっけ。まだか。これラインが出るだけか。あれで持続時間は長くなるはずだよね、確か。
虫が落ちてきた今。いやー、弾がねー、赤は終わってないのにピンクまで来ちゃってんのもよくないよな。やっば、足の速度はいくつ必要、上がるかこれ。威力上がる余裕ないんで、速度、重力軌道取った。なんとか生き残れ。ゴリラ右からも来てんだけど。終わってない？これ。ここ、ちょっ、終わる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 って、にょっ、はあ、ちょっとむずすぎんこれ。プロフェッサーがダメ？いや、俺がダメなんだけど。うーわ、これ、ちょ、持ち越してやってみる？新しいステージ始めるでいいの？これ。